人生は50年、それがあなたの口癖。人生は50年、いつもつぶやいてた。家族のためにぬか味噌をかき混ぜて、家族のために毎日煮物を作って。人生は50年、それがあなたの口癖。まさかそれが本当のことになるなんて。僕が学校に行くとき、いつも曲がり角まで見送ってくれた。そんなあなたが大好きでした。いつも一緒にいるものと思ってました。勉強しろとか言わなかったね。将来困るのは自分なんだから。そのセリフの方が怖かったよ母さん。でも運動会で僕が一番になると、顔くしゃくしゃにして喜んでくれたね。お前は走るのだけは得意だって褒めてくれたね。他にもいっぱい褒めてもらおうと、ギターと剣道も頑張ってやりました。剣道大会で食べたお弁当、ちょっとしょっぱかったけど、とても美味しかった。あなたの喜ぶ顔が見たくて、一生懸命頑張ってやりました。そんな僕にも反抗期がありまして、学校や警察に呼び出されると、いつもあなたは申し訳なさそうに何度も何度も頭を下げてくれた。でも先生に不良と名指しされた時は、うちの子は不良なんかじゃない、そう言い返してましたね。味噌汁近くなり、大きな病気もやっと治ってくれて、これから親孝行しようと思ったら、いなくなっちゃうなんてずるいよ母さん。人生は50年、それがあなたの口癖。まさかそれが本当のことに